元祖台湾ラーメン未成さん、2015年以来ずっと戦友でございます、はい、大森彩さんです。おしんちゃんこと大森彩です。よろしくお願いします。イエーイ。激辛の対決をしたいと思います。スタート。台湾で次台湾お願いします。ゆっくりもぐらがつん、お調子モグラがズンズン、やんちゃなモグラがズンズンズン。どうもマックスです。はい、本日私、練馬区は、石神井公園駅より徒歩3分ぐらいのところにございます。こちら元祖台湾ラーメン未成さん、僕以前ね、僕のメインのチャンネルで動画を上げさせていただいたんですけれども、上げさせたたたたた、激辛のメニューがすごい豊富と、はい、で台湾ラーメンなんですよ。ただ僕が一人で激辛を食べてうごうごしてても面白くないだろう。スペシャルなゲストを呼びしております。僕とのお付き合いはもう4年目になるんですかね。2015年以来ずっと戦友でございます。今日わざわざ新潟からお越しいただきまして、ありがとうございます。大越彩さんです。ありがとうございます。はじめまして、サムライイーティングご視聴の皆さん、新潟出身、新潟在住、ご当地大食いタレント YouTuber、 おしんちゃんこと大越彩です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ただいまサムライイーティングのチャンネルではですね、結構最近女性のフードファイターとかの方にコラボ多くなってきてるんですけれども、はい、衣装をちょっとね、どんな衣装を着てほしいとかっていうのを募集してみようかなと思っております。いいですね、はいはいはい、例えばジョーさん、くのいちですとか、うん、お姫様とか、いろいろあるじゃないですか。いいですね。一応テーマは和、サムライティングなんで、海外の視聴者さんに向けてるチャンネルなんで、はい、テーマは和で、女性の、対戦相手とか共演の方に来てほしい、リクエストもしございましたらコメント欄の方に、はい、カキカキしていただけると嬉しいなと思っております。なんか私、和風メイドとか見てみたいです。和風ファミレスとかみたいな。そういうのじゃあリクエストしてやってくれるんですか。うん、あ、ちょっといいですか。はい、もう正直言っていい。正直言っていい。ちょっと興奮した。なるほど。今回はですね、おしんちゃんをお迎えして激辛の対決をしたいと思います。ポイント制になってるんですよ。もう見せちゃいますけど、はい、は辛さなし、アメリカン、台湾、イタリアン、スーパーってこうあるんですけれど、だんだんこう辛さのレベル上がっていくんですね。はいはいはい。辛くなるほど高ポイント。そうです。時間を1時間というふうに決めさせていただいて、ポイントが最終的に60分経った時点で多い方の勝ちと。なるほど。たくさん食べた方が勝ちとかではなく、はい、ポイントが高い方が勝ちと。そうです。だからでも今回結構心理戦になると思うんですよ。ああ、はいはいはい。スープはね、飲まなくていい。だけど、具は残しちゃいけないんで、食べ終わったと思ったらお互いにちょっとごめんねって言って、こう完食したからちょっと見てって言って、お互いが OK っていう感じの、ジャッジスタイルで、最初の一杯はもう今決めちゃおうと思います。もうこれ駆け引きなんで、うん、先ほども説明した1、2、5、7、10のポイントあるんで、うん、好きな方選んでください。先に僕の出方見るか、それとも自分から言っちゃうか。出方見たいです。見ます。わかりました。じゃあ僕は、決まりました、はい、僕はアメリカンでいきます。ファーストオーダー。おお、アメリカン。2ポイントのアメリカンですね。じゃあ私は対抗して、うん、台湾ラーメンいきます。おっ、しんちゃん台湾ラーメン。いきなり3ポイントつけられた。いきなり来ましたね。一番人気っていうからそれほどだと思うんだよね。これが心理戦か。言っていいですか、はい、多分僕マジで勝つと思います。本当っすか、うん、自信がある。本当っすか。おしんちゃん自信あります。自信あります。今回初勝利を収めたいと思います。60分後の結果をお楽しみに。おじいちゃんとも話してて知ってるんですけど、なんとここの上がある。この辺もちょっとお楽しみにしていただければ。いやね、そんなルールとかもうどうでもいいんですよ。今日何をやるかとかもね。要はあなたは何を目標に生きてるのかってことだよ。それが一番大事だ。そりゃそうでしょ。じゃああなた何を目標に生きてるんですか。日々何をモチベーションに生きてるんですか。あ、言えない。はい、失格。おしんちゃん、じゃあ僕から言いますね、はい、僕は世界一のフードファイターになりたい。ホットドッグの大会で優勝したい。それだけ。おしんちゃんは美味しいものがいっぱい食べたいです。シンプル。シンプルですね。こうやって物事をはっきり言える人は夢叶えますよ。おあなたみたいな人は叶えられない。おっしゃる通りなんですけど、すみません、サムライティングの何の関係がある。じゃあ行ってみよう。ないのかよ。行ってみよう。ないのかよ。グダ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 。それではもろもろのメインが、あ、メインじゃね
なんて。それでは、もろもろのご用意が整いましたので、はい、これから始めたいと思うんですけれども、はい、一応ルールの補足なんですけれど、はい、これあのスープ飲まなくていい、はい、あのさっき言ったみたいにそのでお互いに確認してもらう、はい、プラスなんですけれど、あのトッピングっていうのがあるんですよ。あのアイスとか、それはもう全然いくらでも自由に頼んでいただいて、お飲み物も自由に頼む。はい、私も早速こんなアイスもあるんでね。5秒前、4、3、2、1、スタート。いただきます。マスターよっしゃー、あげないぞー。でも絶対勝つから、すいません、黒ウーロン茶ください。はい、黒ウーロンだよね。まずは星2の、ちょっと割り箸の割り方下手でちょっと泣いてますよ。なあこれ美味しいけど、早速結構ゲホゲホくるからさ、調子乗るとやばいかも。作戦シビアだな。あ、すすれないかもしれないこれ。一応ね、まあお姉ちゃんには事前にお伝えしているんですけれど、ある程度こう麺はお店の方がタイミング見て茹でてくださってるんで、でも食べ終わるぐらいのタイミングで次何々でっていうのを言うんですよ。あ、なるほど。はい。何鈴木さんの顔。俺の中中にハマってますよ彼女は。早くね。いやでも食べられるの、ゲホゲホするけど食べられます。何今日悪役キャラなんですか。全ては作戦。なるほど。ちなみに今のところ僕の作戦通りです。おお。どんな作戦なんだろう、全然わかんない。僕は多分激辛はね、最初が一番大事だと思ってるんですよ。本当に。いやでも1杯目で3点差つくんだよこれ。ん1杯目で3点差つくんだよ。そうですね。なんですかね。確かに今鈴木さんは2ポイントで、しんちゃんさんは5ポイントで3点差ついてます。そういうことです。出していただいた。あ、はいはい。もう戦いだったんで、味はスイッチオフにしたんですけど、鈴木いただくとむちゃくちゃうまいですね。本当にむちゃくちゃうまい、マジで。本当にあの俺なんならあのおじやにしたいレベルなんですよ。ニラダレがたくさん入ってる。からもすごい旨味が、そうなんだよね、肉のね、ニラもまた効いてて美味しい。すいません、僕次台湾でお願いします。はい、お私も次台湾お願いします。お、そしてスーサーない今日悪役キャラなんですか。何ちょっとやばいな。台湾食べ続けられたらすごいテンション。もしかしてこれも鈴木さんの作戦かもしれないですね。悪役っぽい鈴木さんいたらなんか俺すげえおしんちゃんさんのこと応援したくなるでしょ。ちょっと。お願いします。台湾です。はい、ありがとうございます。サムライスタッツ全員鈴木さんの敵だって言うじゃん今日。待って、台湾この種が結構やばい。あー、唐辛子の種でしたっけ。唐辛子の種。ここで結構くるかも。これさ、普段だけどすごいテンション下がらない。これゴリゴリしない。あー、歌詞のね、うまくはね、その時点で今日の勝負決まってる。お、ゆーちゃん今日。なに今日なんかゆるいようでバチバチのようで、なんすか今日。正直すごい楽しんでる今。
チェック。お願い。大丈夫。おじいちゃん、アイスとか行った方がいいんじゃない？マジで。まだ大丈夫。おじいちゃん、大丈夫。まだ大丈夫。はい、OK です。ありがとうございます。味玉もらっていいですか？はい。味玉。理由をお伺いしてもよろしいですか？でも言っちゃいますけど、多分胃が痛くなったら終わりだと思って。先にマイルドなものを入れときたい。ああ、はいはい、はい。胃が痛くなったらもうベロとかどうこうじゃなくて、多分もう続行不可能になると思うんですよ。ああ、そもそも。ありえないレベルで黄身をベロに乗っけてから食べるとありえないレベルで辛みが効く。へえ。あ、本当に多分びっくり飲めよ。次のいいですか？僕イタリアン。おお。あげてきた。ちょっと待って、なんか私ずっと辛いのに食べると思ってたんだけど。いや、僕も正直鈴木さんたくさん辛さないやつ。鈴木さん、辛いのって結構得意ではないんですか？基本的にものすごい苦手なんですけど、日によるんですよ。もうってことは、今日は大丈夫な時はたまにあるんですよ。はいはい。ハバネロとかも、まあ、辛いけど食えるなって時は正直あります。じゃあ、今日結構調子いい日ですか？うん、今のところは悪くないですか？辛さレベル、プロウーロンお願いします。食べれなかったら0ポイントですからね。確かに、確かに。そこで止まったら終わり。食事すみません、いいタイミングでちょっと食だけすみません、お願いします。大丈夫です。綺麗に食べれた。これは文句つけはない。はい、ありがとうございます。チェックしちゃうとなんかいいですね。お願いします。はーい。上のその唐辛子の種のビジュアルが、僕バニラアイスと抹茶アイスください。はい。もうアイス。いや、なんかさっきからなんか隣で美味しいもの頼まれると思ったら、私もバニラアイスお願いします。バニラアイス2つと抹茶菓子のせいです。何このゆるい絵。可愛いでしょ。あ、この時点で分かりますけど、もう匂いが全然違う。そんな違います？これはちょっとね、痛いやつだ。イタリアポイント7ですね。まあ、侍のね、辛いのはね、うん、じゃあ参考までに大丈夫。参考までちょっと違うね。あ、もうこれ、もう香りがやばいやつです。香りが違いますか？香りがやばいやつ。吸っちゃダメなやつですよね、やっぱり。編集大変ですからね。侍ってのは辛いのに強くないと。いや、ダメだ、絶対まずいことなんじゃない。侍ってのは辛いのに強くないと。すいません。はい、味玉3つください。確かに。あとパクチーも1つお願いします。はい。赤みが違いますね。もう匂いの質が違う。すいません、こちらバニラアイスになります。はい、おじいちゃん、はい、ありがとうございます。助け合えてもそっち。蓄積された辛さの痛みが和らぐ。そう。失礼します。ジョイスです。ありがとうございます。はい、中井の窓さんっていう TBS の前あった、はいはいはい、
番組で170個食べました。私61個食べたから勝ってるかなと思ったら全然勝ってなかった。あ、でも味玉だけですよ。味玉オンリーで170個。8.5 キロぐらい。やば。すみません、台湾ラーメンお願いします。これで1ポイント俺が負けてる。そうですね。ですよね。作戦通りですか。ちょっと作戦通りのつもりだったんですけど、1ポイント取れてました。俺のイメージはここで同点にいってるイメージだったんですけど。失礼します、パクチーです。はい、ありがとうございます。お助けアイテムでも何でもないです、僕の中で。食べたいから頼んだ。あ、そうなんですか。パクチー、チェック、ごめんなさいね、すいません。すいません、紛らわしくて。あ、もう全くもう満点でございます。ありがとうございます。これ下げちゃいますね。はい、失礼します。はい、これ持ってるから。あ、いや、もう楽しい。優しい。よいしょ。よいしょ。ほら、もうなんか色違うよね。色がもう茶色と赤って感じです。全然違う。あー、残り40分。やっと言えば。僕次スーパーイタリアンお願いします。マジで？マジで？イタリアも結構辛いぞ。クロールキャッチュー、ごめんなさい。ちょっとチェックお願いします。はい。すごっ。です。ありがとうございます。あ、まだ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 、ちょっと待ってね。はい、はい、行きます。 OK でしょう。味玉3つと、はい、チャーシュー別皿でお願いします。あんまり匂いは変わらないですよ、見た目も。まあ、ちょっと唐辛子の量がいい感じするんですけど、やっぱ先ほどのご主人がおっしゃった唐辛子 の、 あの種類とか。なるほど。普通の赤唐辛子なくてジョロキア、はいはい、を使用してるって言ってもジョロキアが僕のベロに合うか合わないか。あ、もうないんだ。本当に美味しかったね。まだまだまだ。あ、中に温めて。ありがとうございます。うわ、すごいそう。チャーシューも。脂身がとろける。鈴木さん、つけました。冷たくないお水いただいていいですか。はい。ちなみにギネス食べたら何ポイントとかしませんか。お、今何とおっしゃいました。ギネスとおっしゃいました。マジで。そうです。このここがあるってギネスってやつなんですよ。これはもうだってあと残り
34分あるから、今ここでギネス食べるないともう勝てない気がする。いや、辛さもじゃね、ありがとうございます。カリはマックスですからね。はい、お水失礼します。はい、すみません。ギネスって、はい、スーパーイタリアンの何倍ですか、カラさん。約ですけど、20倍近いと思います。じゃあ 20p だ。なんか分かった。じゃあ、スーパーイタリアンお願いします。おーおーおー。すみませんね。まだ、まだ。ギネス、ね、段階。じゃあ、どうします。ギネス正直入れると思ってなかったら、ポイント取られたらあるんですけど。ポイント…じゃあご主人が20倍取ったんで20ポイント…わかりました。いやでもわかんないですね、もしかしたらすごい相性良くてめっちゃ寒さ行くかもしれません、まあ、え、すいません、まだ間に合いますか。はい、ギネス行きます。マジでこれしか、もう勝つ手段はこれしか。マジでギャンブルの勝つやり方と一緒ですよね。もう倍か、倍やる、負けたらその倍やる。でも、まあ、資金がないとできない。でも、これでちょうど30分だから、このトライにもありますよね。えぇ、すごい。マジか。20ポイント。お願いします。ギネス行くといたら、もうあとこのタイミングしかない。時間的に。すごい勝負だったけどね。すごい嬉しいでございます。この展開誰が予想しました。多分ね、サムライクルー含めお店のスタッフさんも含め多分全員この展開予想してなかったと思う。何も想像してない。だってポイントすら用意してなかったもん。これが大越さんあやとマックスです。だってマックスさんがスーパーイタリアとか行くからは。ギン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 。もうね、4年前からずっとこのノリです、僕。失礼します。なんか刺さってるし、これやばいね。なんか刺さってるし。ありがとうございます。あ、いけそうな気がする。これもいけるんじゃないですか、これ。あ、でも鼻に来る匂いが、香りが。じゃあ、あれありますか、レンゲのあの網の方。あ、網あります。時間も限られているので、早速行ってみたいと思います。はい、10人いっちゃってる時にはならないけど、名誉。あ、いける。マジで？いける。ちょっと、いけるって。すみません、味玉4つお願いします。はい、味玉5個ください。なんでそこで1個買おうとしたんですか。悔しいか？悔しいんだ。味玉あと残り3つになります。じゃあその3つは譲りましょう、おしんちゃんに。いや、あの、その頼まれたので残りになります。あ、了解です。あ、これ杯数って今何倍差なんですか、ちなみに。点数じゃなくて、ちょっと俺の方が1杯多いのかな。いや、一緒です。一緒。あ、あの、この時点で一緒。今の時点で一緒。杯数で言ったら3倍差ですね。スーさん1個リードになるのかな。それで4杯になるでしょうね。そういうこと、これ計算する。おお、そうです。取るの、すいません、僕も新ギネスお願いします。マジでマジか。でも完食しないとポイントなるんですよ。あ、待って待って、私最初から新ギネスいけばこれいけるいける。マジか。え、どういうことこの2人。はいはい。何その後半のなんかニトロ発射みたいなやつ。知る人ぞ知るみたいな感じが。なんでも汗が急に。なんで後半でその元気で。俺今すげえ心折られたんだけど。いや折られるでしょ、いきなりこれいけるいけるって。えって作戦かもしれないですよ。ああ、確かに作戦かもしれないですよ。なるほどね。メンタルをね、やっつけるね。そうそう。じゃあまあ俺はブレずに行こう。わかんないけど。本当にギネスでいいの。お本当にギネスでいいの。うん、ちょっと正直ね、食べてみたいっていう気持ちが強い。ありがとうございます。失礼します。味玉ここで。皿が違うのか。違う、ありがとうございます。ピザみたいにしてる。本当ですね。本当にギネスですか。はい、うん、あ、新星ギネスお願いします。正式名称ね。はい、スンダヒロスタイルですね。
告知メンバー大丈夫だったんだけど、お疲れです。頭が張る。懐かしいですね。うろうろでなーい。なんかこれ、マジ確かに、口紅に似てるかも。口紅、ここまで来たら負けれないでしょ、お互い。いや、すごいな、ワクワクしてる。どっちかっていうと、僕の中でアイスは口の中よりは胃の中をちょっと、ああ、なるほど、なるほど。今、ご主人、新星ギネスです。新星ギネスか、新ギネス。あの、新って、あの、星を入れてるだけです。ああ、新ギネス。新ギネス。すげえ真面目に聞いちゃった。これ、アイスオーカーいいね。いいですか。そバニラ3でお願いします。3もいくんだ。バニラアイス3つです。バイさんの前情報と違うんですけど、マックスさん、辛いの全然ダメって。僕もそう聞いてたんですけどね、今まで嘘ついてたかもしれないですね。確かに絶対辛くない。あ、これね、絶対食べない。めちゃくちゃ周り痛えわ、やばい。でも、もしかしたらカナダに一皮向けてきたから。あー、なんかズル抜け多いっすね。これズル抜け入るよ。カナダでズル抜け、渋谷でズル抜け、着地です。着地です。ぼちぼち、いいですか。抹茶アイスお願いします。もうなくなってきてるね。いや、でも、やばい。アイスこれ、3分です。顔がめっちゃ赤い。痛い。お酒入ってるような感じ。ルースするぐらい顔がね。痛い。しんちゃんが大丈夫って言ったのがすごい気になるんだよ。あ、これいけるみたいな。いや、一口目はやっぱりいける気がするんだけど、あ、後からパターンとか蓄積が半端ない。あの、胃の痛みとか大丈夫ですか。今大丈夫。うちやばかったら本当にストップ。はい、ありがとうございます。開けました。この青唐も食べて初めて完食ですよね。そうですね、はい。でも青唐はお口直し。え？どういうこと？青唐で。なぬ？ガーベだね。なんか嫌なことでもあったんすかってぐらい涙目なんですけど。大丈夫です。あ、でもね、こんだけアイス食べても胃がちょっと熱くなってきたのを感じる。でもね、これもすごい辛いんだけど、辛みにも負けない旨みがあるから、まだいける。この余裕ですよ。僕にその余裕はない。これ20ポイント後で欲しいです、一応。さっきのまでは辛かったけど、これは苦い。苦い。これ苦い。苦い。これは辛いじゃないもん。僕、キャロライナリーパー食べた時あるんですけど、これの味に似てた。まさにキャロライナリーパー。あ、これキャロライナですか。はい。おう、キャロライナー。なんで今一緒に来てくれ。 Do you remember me? おう、キャロライナー。大丈夫ですか。決まっちゃったパッキーンっつってバケバケ。あ、もういいね。あー、胃が痛くなってきたな。これ限界が近づいてきてるな。
と何分？あと19分です。あれ今ポイントどんな感じでしたっけ？鈴木さんこれ食べきった場合44ポイントです。でおしんちゃんこれ食べ終わったら現状35ポイントなんで10ポイント取れば確実に勝ちですね。あと18分でスーパーイタリアの1個食べきれれば今た、まあ、鈴木さんがその後追加できるかもしれないですけど、この心理戦です。鈴木さんもうスーパーイタリアあギネスなくなりそうなんで、このあよし私もこれ飲めよし、このプッコチ食べないといけないんでしたっけ？そうです。台湾ラーメンだと負けるんです。台湾ラーメンだと2個は必要です。最低鈴木さん食べきって次頼む可能性があるから、今9ポイント差があります。食べきった場合です9ポイント差で負けます。スーパーイタリアお願いします。マジかっけー、すげー、これ18分ですからね。まずは黒ウロンとぬるい水ください。はい、何分切りました？今16分、そろそろ16分切ります。残り16分です。いやカレーマジでカレー、ほんとカレーこれやべえな。ギネスください。え、マジで言ってんすか？残り15分切ったんですけど。え、ってことはポイントどうなの？これ食べ終わって35、鈴木さんで44。で、おしんちゃんさんはスーパーに行くから45で45。鈴木さんが食べ終えれば64だけど、次のギネスで食べきれなかった場合はおしんちゃんがスーパー食べてればおしんちゃんの勝ち。そういうこと、そういうこと、食べきらないとダメだから。あ、ゆっくり。僕チョコアイス3で、okay. ありがとう。チョコアイス3、はい。あ、でもこれ食ってなかった。早くくれ早くくれ、ごめんなさい。わかる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 、なんかアイスないともう耐えられない。12分切りました。
おしんちゃんさんがスーパーイタリアンというとおしんちゃんさんに決定する。鈴木さんがそれを食べれないから。残り11分切りました。バニラのがいい。あ、そうなんですか。これチョコやべえ、しくった、食っちゃうもん。バニラの方が良かったですか。その唇みたいに唇から待って、こっから食べたくなっちゃった。痛かったな、本当に。残り10分切りました。残ったのは全部ゴリちゃんが食べるんで。マジで？ちょっと待って。いや、そんな顔されたら食べるしかないけど、ちょっとその顔は今ヒロやと思う。お願いします。すげえ涙目で、もうウルウルしたね。わかんと食べる。はい、残り5分です。マニアはね、うん、このね、多分ね、ギネスを食べ終わった後におじやくださいって言いながら行かれちゃうよ。これおじや食べたっていますか。ギネスっておじやは何？これにないですよ。いや、どうしてたんだろう。ギネスの前にやってた普通のギネスでおじやない。どっちが辛いですか、新ギネスの。全然新ギネス。激辛 YouTuber を勝てなくなりますよ、鈴木さんに。本当です。ギネスを2杯食べてましてやばい。今だかつて動物の全ての記録を乗り換えたことがあって。そうです。もう今日で私の唯一の取り柄の激辛大食いをもう全部もう持ってかれた。卑怯だよ、もう。なんで激辛強い食べられるのにさ、その辛さもそんなに強いの。あ、バニラアイスお願いします。なんで、なになになに。ご身長も声変わっちゃって。誰が分かるんですか。もう、おでんちゃんになります。残り2分45秒です。カット切りました。じゃあ卵食べよう。はい、ありがとうございます。バニラお願いします。はい、残り2分です。会社で
れてます。全然超えてないでしょ。超えてる。一回突破した。鈴木さんができたら激辛大食いの大会あったら優勝できるよ。新境地。目の前で信じられない光景が。残り1分です。はい、3バニラアイス。はい、バニラアイスだけでもうなんか2リットルぐらい食べてる。残り45秒です。私の動画も見てください。